どうも、ゆうきです。今回はですね、惑星の番外編ということで、今回は小惑星について語っていきたいと思います。小惑星は太陽系の中に非常にたくさんある小天体で、そのほとんどが火星の木星の軌道の間にあって、太陽の周りを公転しています。このドーナツ状に分布した場所を小惑星帯と呼んでおります。小惑星の一つ一つの形はいびつで、ほとんどが 100km より小さく、数メートルしかないものもあります。なので、本当に岩にしか見えないということになっております。現在はですね、軌道が正確に分かっているのは16万個以上あるわけなんですけども、それは全体のほんの一部にしか過ぎないと。小惑星はね、本当に小さいので、たとえ全部集めたとしても、地球の1000分の1のくらいにしかならないということで、なのでね、小惑星をね、すべてかき集めたとしても、惑星に、なることはないと。なったとしても、小惑星か、準惑星として終わってしまうだろうというふうに言われております。で、なぜね、小惑星はね、いびつな形をしているのかということなんですけども、質量がね、ある程度ないと、まあね、丸くならないということになっておりまして、かつてですね、小惑星だったケレスという惑星、準惑星があるんですけども、そのケレスはですね、21世紀の初頭までは最大の小惑星というふうに言われておりまして、こちらはですね、月よりはるかに小さいわけなんですけども、球形を保っているということなんでね、最低限ケレスのほど、質量があれば、準惑星、そして、準惑星というかね、球形を保つことができるだろうというふうに言われております。はい、まずね、太陽系の中でも小天体のことをね、小惑星というふうに読むんですけども、英語ではですね、小さな惑星を表すミナープラネット、そしてプラネットロイドというね、惑星のようなものということでね、表されております。でですね、ウィリアム・ハーシェルという方はですね、このね、小惑星は恒星のように見えるということでね、アステロイドと、恒星のようなものを表すアステロイドというふうに言われております。で、そのアステロイドというものはですね、アステロイドには含まれない、準惑星なども含めまして、小惑星番号、ミナープラネットの番号を、採用しております。でね、小惑星はどこにあるのかと今ちょこっとお話しさせていただいたんですけども、火星と、木星の間、こちらが小惑星群ですね。で、実はですね、木星の、軌道にも、ですね、小惑星帯がありまして、そちらの小惑星帯のことをですね、トロイア群というふうに言われております。で、その他にもですね、水星より内側にあるとされる、こちらも小天体群ですね。こちらはバルカン群というふうに呼びます。で、その他にアポロ群やアモール群、アテン群などがね、ありますね。で、もちろん地球の付近を通過する、小惑星ももちろん当然ありまして、こちらはね、地球に衝突する可能性ももちろん捨てきれないというわけでございます。で、地球に小惑星がね、衝突するということはですね、こちらはですね、隕石衝突と呼ばせていただきます。で、隕石衝突なんですが、地球にですね、150メートルを超える天体がぶつかると相当危ない。もしそれ以下を下回っていたとしても、地球に何らかの影響があると言った方がいいでしょうか。なので、小惑星がぶつかるというのはね、本当にね、大変なことというふうに言えるということですね。では、小惑星のでき方をお話しさせていただきたいと思います。太陽系がね、誕生した時にガスの雲の中から塵などが集まって無数の微惑星が作られました。それがやがて集まって惑星ができたんですが、小惑星は、その時の微惑星が惑星に成長できずに残ったものとされておりますということですね。はい、今映ってる画像なんですけども、こちらですね、小惑星、イダという惑星、小惑星なんですけども、ちょっとですね、右側に注目させていただくのは、なんとですね、このイダという小惑星に、なんと衛星がくっついてるんですね。これ非常に有名ですね、ダクティルという衛星がくっついておりまして、実は小惑星にもですね、衛星がついてたりするんですね。中にはですね、ウージニアとかね、シルビニア、ミネルバなど、複数の衛星を抱えてたりとかね、このようにイダとかね、カリオペとかアポロみたいな単数衛星を、掲げある、惑星も、もう、小惑星もあるということです。で、中にですね、小惑星にはですね、なぜかですね、日本の地名が付けられているというね、多摩とか、熱海とか東海とかね、で、なぜか人の名前も付けられておりまして、岩本とかね、木内とかね、ちょっとよくわからないんですけども、なぜかそういう名前が付けられているということでございます。で、このですね、
小惑星イダについている、ダクティルという惑星なんですけどもですね、わずかですね 1.6キロ、直径なんと 1.6 キロの、衛星ということなので、これですね、地球に物からもうひとたまりもないということになっております。はい、このイダなんですけども、太陽の周りはですね、4年と約10ヶ月をかけて回っております。あ、でお話しさせて忘れてたんですけども、トロヤ群っていうね、小惑星帯があるんですけども、こちらね、あれなんですよ、あの木星の軌道にあるというふうにお話しさせていただいたんですけども、木星、そしてトロヤ群、そして木星のね、位置をね、こう直線的に結ぶと、なんとですね、正三角形ができてしまうという性質があります。そしてもちろんですね、そのトロヤ群の反対側にももちろんトロヤ群、またもう一つのトロヤ群があるとされていて、そちらもですね、また結ぶと正三角形ができるということでですね、ということはなんですよ、ひし形ができるということなんですね。これちょっと面白い形なんですけども、ひし形ができるというふうに言われております。はい、ということで、ここまで小惑星についてお話しさせていただきました。まだまだね、小惑星についてまだ話し足りないことはたくさんあるわけなんですけども、今回はここまでとさせていただきたいと思います。まあ、面白いね、小惑星ももちろんございましてですね、はやぶさが、初代のはやぶさが行った2005年のね、糸川ですとかね、はやぶさ2号が行ったリュウグウとかね、まあ、たくさん小惑星があるわけなんですけども、まあね、今回は、この辺でお開きとさせていただきたいと思います。では、ご視聴いただき本当にありがとうございました。まだですね、動画の方とあと30秒ぐらい続くんですけども、少し音楽をお聴きください。 BGM は、ユニバースサンドボックス2のですね、サンドボックスの、まあですね、サウンドトラックから拝借させていただいたものです。